梶駅は、新潟県柴田市下中にある、東日本旅客鉄道右越本線の駅である。北神原郡旧梶川村の中心駅であったが、昭和の大合併時の分割合併により、駅構内は、柴田市と旧梶川村の志村境にまたがっていた。島式ホーム1面2線を有する地上駅。駅舎とは、古線橋で連絡している。 村上駅管理の無人駅であるが、キップを売る駅員が配置されることがある。駅舎内には、自動券売機のほか、自動販売機、トイレなどがある。スイカなどの交通系、IC カードには対応していない。JR 東日本によると、2000年度から2003年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。2017年10月現在では、 当駅より徒歩10分ほどの7幼虫学校を拠点として、柴田市、コミュニティバスが運行されており、東部の菅谷方面や柴田中心街方面と結ばれている。また、当駅を出て150メートルほどの市道沿いには、同コミュニティバスの、火駅前バス停が設置されているが、定期運行の便は設定されておらず、事前予約があった場合にのみ乗り入れる。ありがとうございます。